昨日の、王座決定戦を制しまして第2代、クラッシュアンダー 58kg チャンピオンに輝きました K-1 ジム恵比寿小比類巻道場所属小澤海人選手の登場です。いただきました。それではですね、昨日の名イベントで、神戸選手との、競り合いを制してですね、第2代チャンピオンに輝きました、激闘から一夜明けて現在の心境からお聞かせください。お願いします。そうですね、試合やる前はプレッシャーもすごくあって、下馬評では僕が不利な形だったと思うんですけども、判定に強い神戸選手に判定で勝てたことが一番なんか嬉しいっていうか良かったなと思ってます。戦ってみて、神戸選手強さだったり、攻撃で印象に残ったものとかありますでしょうか。そうですね、やっぱり内訳はうまかったですね。やっぱり3ラウンドにその目立った内訳が印象的でした。ボディから顔面へのチラシもうまかったですし、あと最後まで気持ちが折れなかったっていうのもすごく伝わってきました。はい、はい、ありがとうございます。それでは記者の皆様から、小澤選手への、ご質問いただければと思います。お願いします。バウトレビューの井原です。その事前の、試合前のお話では、いろいろ絶戦というのはあったんですけど、実際の評価として、その先ほどが、パンチのチラシというのもありましたけど、全般含め他の攻撃蹴りとかも含めていかがでしたかね。そうですね、蹴りも食らってみたら結構スピーディーな蹴りでインパクトもあって結構重かったなと思ってます。パンチも蹴りも、バランス良くて、強かったなと思ってますね。はい、逆に自分のその攻撃ですとか試合運びですとかっていうのに関しては手応えっていうのはいかがでしたか。そうですね、もう全然自分の思った通りに動けてなくて、セコンドにも自分から行けって言われたんですけど、結構見る場面が多くて、そこら辺が今一番の反省点ですね。はい、自分の攻めてる中で、この辺りで自分がポイント取れたなっていう、その攻撃になった部分とかっていうのはどの辺りだったっていうふうに思いますか。そうですね、神戸選手が攻撃して僕がかわしてからの攻撃でポイント取れたかなと思ってますね。はい、その闘争心をいつもの1000倍にするっていうお話とかも確かあったと思うんですけど、そういう気持ちの面の作り方とか試合の中でいかがでしたか。そうですね、闘争心は本当にいつもの数千倍ぐらい出してて、集中力も切れなくて、そうですね、集中力も切れなかったです。はい、3ラウンド終わった時点でその自分の採点の中で延長もあるかなとかっていう感じっていうのはあったんでしょうか。そうですね、僕は延長かと思ってたんですけど、やっぱり判定であそこで勝てたっていうのは持ってるなと思いました。
まあ、判定読み上げられてもうすぐに、小比類巻さんの方に抱きつきに飛びついていった感じでしたけどもうやっぱりもう気持ちが爆発したって感じだったんですかね。多分そこで闘争心が爆発したんでしょうね。そうですね、やっぱりいつも練習して一緒に精神面でも支えてくれてて、やっぱ日頃からお世話になってるので、そこでやっぱり気持ちが爆発して走り出しちゃいました。そのまあベルトを取ってその通過点ってお話しされたと思うんですけど、まあ、改めてその今後に向けてっていうところで、まあ、リング上でもお話ありましたけど、まあ、時間たっぷりまだあるんでここでいろいろ話してもらえますか。そうです、僕はこのクラッシュのベルトを取ってからがスタートだと思ってて、取ってから、まあ、まだまだですけど自分の実力は取ってもっとさらに強くなって練習もいっぱいして K1 の舞台で活躍できたらなと思ってます。試合後のアピールの中ではタケル選手の名前が出たんですけど、階級は下げるっていうところになるんですかね。そうですね、 K1 に出るのであれば階級は下げますね。はい。じゃあ減量もしないといけないことになると思うんですけど、そのあたり不安とかいけそうですかね。下げなくちゃいけないですね。苦しいですけど頑張ります。アマチュアとか含めてその体重55っていうのはあったんですか。57はあったんですけど55は初めてですね。やっぱりそこまでしてタケル選手とやりたいっていう、そのあたりちょっと聞かせてもらいます。そうですね、今最も格闘技界の中で勢いのある選手ですし、一番注目されてるされてますし、やっぱり戦って倒して僕がその勢いを乗っ取っていきたいです。はい、他にご質問ございましたらお願いします。すみません、小澤選手にお伺いしたいんですけど、その、今58キロチャンピオンになって、1月の大会もそうですし、58キロもどんどんこう選手が出てきて、これからベルトをこう持って追われる立場になると思うんですけど、何かこう58キロで戦いたい選手とか、何かこう気になってる選手とかもしいれば教えてください。そうですね、やっぱりいっぱい僕の戦績にいっぱいをつけられている朝久選手ですかね、58キロで。でもこの次に、4月か、4月に、はい、朝久選手と、と佐野選手がやると思うんですけども、まあ、その2人が今最も勢いあると思うんで、その勢いある方とやってこのベルトの価値を絶対高めてやろうと思ってます。はい、続いてご質問の方はいかがでしょうか。大丈夫でしょうか。はい、それでは最後のコメントとして、昨日もねたくさん、会場にお越しいただいたファンの皆さん、に向けてですね最後、今後の意気込みも含めてコメントをお願いいたします。このベルトは、応援してくれる皆さんのおかげでベルトを取ることができました。このベルトとともに心身ともに必ず強くなって絶対王者と呼ばれるチャンピオンになりたいと思っています。応援またよろしくお願いします。ありがとうございます。では、新チャンピオン小澤選手の会見以上とさせていただきます。最後じゃあ写真撮影をお願いします。